第3クォーターからちょっとカウボーイズのスチュワートのランニングプレーが止められ始めて、スチュワートじゃないですね、フェニックス・ジョーンズのランが止められ始めて、はい、なんかプレーコールが詰まっているように見えますけどね。そうですね、自身20ヤードライン、アイフォーメーションから入ります。さあ、どうも動いてチェックダウンにパスを通すフェリックス・ジョーンズです。フェリックス・ジョーンズ、今日はランプレーが12回、そしてパスキャッチが5回目、まあ、結構スタミナが消費されていると思いますが、かなりちょっとオーバーユースされているような印象もありますよね。本人の動きも 100% ではなさそうな、そんな感じです。セカンドダウン残り4ヤード。どうも右サイドランディングワーク。